はい、えー、こんにちは。そっか、つよのくぶです。まあ、今日のね、12月2日水曜日22時55分のニュースなんですけども、なんとね、この病院側が死を批判しているということなんですよ。これについてちょっと喋っていこうかと思いますけども、記事見るとね、新型コロナウイルスの感染拡大が続く北海道の中でも、感染増が目立つ第2の都市、旭川市で、クラスターが発生した民間病院のトップが、適切な対応を取らず感染が拡大したと、 死などの対応を批判し、波紋が広がっているということで、死の方はね、全力で取り組んでいるんだ、責任はないんだ、というふうに言っています。ということはね、死の方は全力で取り組んでいて、まあ、あの、これをね、徹底すれば、クラスターなんて起きないんだ、ということを言ってるんだと思いますけども、だったら病院に火があるのかってことですよ。 病院も一生懸命やる中で、どうしてもね、病院単体ではできないところを、例えばね、旭川市の報道が助けてくれるとかね、それからもうちょっと市民にね、保障するから、 あの、病院にかからなくてもいいように自己防衛しましょうとか言っていく、言っていくとか、それからね、もっともっとお金を突っ込んで、人を突っ込んで、この病院がね、吉田病院っていうところが、こう、医療逼迫しないようにケアするとかね、してきたのかなと思うわけですよ。それが不十分だから、病院単体では支えきれなくなって、まあ、感染拡大を招いたんじゃないかなっていうのは、これ当然のね、現場の意見だと思うんですよ。で、なんか今、GoTo なんとかっていうのがありますけども、それをね、この旭川市がじゃあ、止めたのかとか、受け入れてないのかっていうと、やっぱりやってるわけですよね。 で、北海道全体とか分かりませんよ、でもやっぱり旭川市に関しましては、あの病院との対立がこれはね、際立ってきたわけで、でこういう風うな結局ね、その最後の防衛ラインである、この病院っていうところが、もうね、現場をもう放棄するっていうか、離してしまったら、見放してしまったら、もうそれこそどうしようもないわけですよ、私はね、今日ね、ちょっと過激ですけども、なんていうんですかね、あの国会議員のもう病院に入れるなっていうふうにね、 もう、はっきり言って、今回のことっていうのは、GoTo キャンペーンにしても、保証のね、不十分さにしても、国会議員の方に、あらゆる面でね、責任が重すぎますよ、これは。普段何のためにね、市民から税金を、もう、取り上げているのか、吸い上げているのかってことですよ。こういう時にしっかりと使って、えー、お金とかね、えー、それから、物とか人とかを配置するためなわけですよ。でも,も、完全にもうね、できてないわけですよ。で、もう、対応も遅いし、 うん、薄っぺらいんで、もう市民の方もね、国民の方も、うん、もう行政とかね、こうやって、何ですかね、国の方に信頼を置いてないわけですよ。しまいにはもうね、もうやってらんねえよと。こいつらの言うことを素直に聞いて、生活が不自由になって、もう首くくるようになって、もうしょうがないから、もう勝手にやるよってことになって、結局、結果的にはね、病院の方に負担がかかってしまうってことなんで、やっぱりね、あの、何、国からの報道とかね、市区町村、 からの報道ってすすごく大事だと思いますよ。やっぱり国がいい加減なことしてるのを、例えば知事がね、立ち向かってくれるとかっていうことはないわけですよ、私の住んでる広島県でも、なんかだんまりなわけですよ、それはもうね、あの国民のお願いレベルのことばっかり強要されて、やってるっちゅうの、ん、やってるし、そればっかりやってるわけにいかないですよ。 で、公務員の方はね、別に給料が自動的に入ってくるベーシックインカムだから、楽ちんだというふうに私たちが見えますよ。で、私たちは1日休めば1日分の所得がなくなるし、うん、まあ、普段関わってる職場とね、あのー、切り離されるっていうのはどれだけね、不安なことかってことなんですよ。だからね、まあ、主には保障が不十分な中で、あれしろこれしろこれするなあれするなっていうふうなお願いを共有するとかね、 まあ、ある人に言わせれば、夜の街みたいなことで、もう絶望ですよね、当事者の方とか。で、夜の街を制限するだけではなくて、夜の街に納品していた飲食の業者さんとかもね、これも大打撃なわけじゃないですか。そして今、全国では、な、なぜかね、居酒屋さんがすごく窮屈な思いをして、時短要請とか言ってね、何のために時短要請するんだっていう話ですよ。それはですね、はっきり言って、自動的にお金が入ってくる人の生活を守るために、自動的にお金が入ってこない人が、また犠牲になってるってこところだと思うんですよ。 で、職場を追われて、収入をなくされて、絶望して、まあ、首くるしかないですね、そうなったら。で、そういうふうな命が関わる局面でも、相変わらず何もしないってところに対してね、えー、最後は、もう、お医者さんがいるやっていうところも、もう、お医者さんの現場としてもね、もう、こっちばっかりに、もうね、持ってくるな尻抜けさせるなって話ですよね。 うん、だから自己防衛も限界があるのは、それはね、あの、医師会の発表でも十分分かるわけじゃないですか。だから国としてのね、打ち出しが全然ないし、で、行政も、ね、地方自治体もそれに対して、全然市民の味方に立ってくれないわけですよ。どちらかというと、まあまあ、包丁を合わせてね、こうなんか市民にお願いとか言って、お願いして済むんだったら、こんなんで悩んでないっていうの。で、感染症っていうのは、もう国民全員一致、もうね、一億、 うん、まあ、なんか一年託をしていかないといけないわけでしょ。なぜかね、結局国民ばかりが窮屈な思いをして、税金取り上げられて保障はなくって、もうやってらんないっていうの。西村経済担当大臣も出てきて喋ってますけども、お前の言うことも聞いてらんないっていうのも。ほんでいい加減なことばっかりってからね、もう引っ込んでろって話なんですよ。で、結局は危機が起きた時に、ああいう人ばっかりが優先的に医療機関を受ける、そんなおつもりなんでしょうけども、ぜひね、これはね、私も声を大にしていたいんですけども、もう、 医療関係の方とかね、医師の方とか、ああいうふうな国会議員の人はね、もう完全に診察拒否してもらいたいなと思います。そういう宣言をすると、ちょっと本気になるんじゃないかなと思いますんで、えー、今日は以前以上ですね。ちょっといろいろと話させてもらいました。